チップ&ダイスのチップ役、木戸あかりです。はい、皆さんこんにちは。チップ&ダイスのダイス役、高柳智代です。よろしくお願いします。この番組はボードゲーム情報サイトチップ&ダイスの中でご紹介したボードゲームや実際にチップ&ダイスのサイトで購入できるボードゲームを紹介する番組です。はい、今回も実際に私たちで遊びながら紹介していきたいと思います。前回は、アルカジノ4ラッティージャックを挑戦しましたが、挑戦しましたね。いやー、私がひどかった。私がボロ負けだった。高柳先生結構ボロ負けなことも多い。そうですね。そうですね。何回かねやっていけばね慣れる。そう、きっとね、とは思うんだけど、きっとね。なんか分かんないからとりあえず何でもやっちゃって。やらかす。でもゲーム紹介としては、あ、そうですね、うん、ありがたい。身を挺して、いろんなゲームを今回も紹介していきたいと思います。はい、ということで早速ですがゲストの皆さんを紹介したいと思います。はい、声優の清戸愛沙さん、そして同じく声優の伊沢美香子さんです。どうぞ。はい、こんにちは。では自己紹介をお願いします。はい、好きなボードゲームはインサイダーとゴキブリポーカー、清戸愛沙です。お願いします。はい、伊沢美香子です。好きなボードゲームは宝石のきらめきとテレストレーションです。よろしくお願いします。すごい、我々も全然詳しいぞ。詳しい。ボードゲームはよく遊ばれるんですか？結構大好きですね。私はチョコチョコって感じですね。インサイダーゲームはこの番組のイベントがあった時に、あ、やったんですか？やりました。楽しくないですか？楽しいです。お客さんを巻き込んでみた話でやって、お客さん、そうなんです。お客さんにも配って、いや、誰がインサイダーに当ててもらうみたいな、なるほど、形でやったりしました。できる気がします。そうなんですよ。すごい、我々、私はお二人とは初対面なんですが、はじめまして。はじめまして。伊沢さんとは、はい、昔アニメで嬉しい、いただいて、ね、でも覚えててくれて。いや、覚えてます、覚えてます。嬉しい。よろしくお願いします。ところでお二人は何か告知などはありますか？あ、はい、10月からのテレビアニメ、アニマイルという作品で沢谷浮役を演じさせていただきますので、そちらもチェックしてください。お願いします。ツイッターの方で、随時情報を流させていただいているので、そちらをチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。いろいろもろもろ情報が多分この辺に出ていると思いますので、はい、ぜひ皆さんこちらから飛んでチェックしてみてください。お願いします。ということで、それでは早速ボードゲームを始めていきましょう。皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは準備が整いましたので始めていきたいと思います。今回のゲームはこちらです。ボドマンさん制作の顔ついリアクションです。顔ついリアクション、こちらのボードゲーム、なんですが、女子高生となってシチュエーションに合ったリアクションを取るというちょっと変わったゲームになっております。JK か。そうなんです。大喜利系ですかね。大喜利か。苦手。大喜利系ですかね。苦手なんだ。ということで説明をしていきたいと思います。はい、まずこちらにフェイスカードというカードと、マウスカードというカードがありまして、こちらを2つ合わせて表情を作って、それに合わせたセリフを大喜利というか入って、で、まあ、一番良かったと思う人を投票して良かった人がポイントを獲得する。なるほど。簡単に説明するとそういう大まかにゲームなんですけども、前ずつマウスカードとフェイスカードを配って、でフェイスカードを1枚使いたいもの、もしくは使わせたいものを親に提出して、親がシャッフルをしてまた配り直します。なるほど。そうなんです。だから自分が選んだやつが戻ってくるかもしれないし、人が選んだやつが戻ってくるかもしれないし、そういうことか。安いやつを選ぶか使いにくいやつを選ぶかは自分次第。悩ましいということになります。それで、それ自分の元に来た目に合わせて、マウスカードを配られた5枚の中から、まあ、合いそうなマウスカードを選んで表情を作ります。で、お題カードみたいなのがありまして、それぞれ告白編とか、シチュエーションファンタジー編とか、シチュエーションがたくさん書いてあるカードがあるんですけど、
それを、親が選んで、うん、これがいいかなっていうのを選ん でサイコロを振ってサイコロに該当するところがお題になります、うん、いろいろシチュエーションが書かれて、そうなんです、学校編だと、うん、1が出た場合、やばいこのままじゃ遅刻しちゃう、走ればギリギリ間に合いそうだけどっていうお題があって、それに合いそうな 目に合わせた顔ですね、表情を作って、うん、ここでセリフを言うというゲームになります。はい、ということで、まあ簡単なんでとりあえず遊んでみましょう。はい、ということで、じゃあまず5枚ずつ配っていきたいと思います。ちなみに勝ったらカードは、フェイスカードとマウスカードがあって、うん、2枚出すじゃないですか、うん、で一番得票数が高かった人は2枚それをもらえます。ポイントとしてそのまま得点としてカウントを、得点としてポイントとしてもらえて、うん、で2位の人も1枚だけもらえるんですね、うん、でどっちかは選べます。フェイスカードとマウスカード、うん、どちらかをポイントとして、絶妙だなポイントとして1枚取って、うん、もう1枚は自分の手札に戻せます。あ、じゃあまた使うことができます、うん、使いたいと思う方を残しておいた方がいい。なるほど、はい、というふうに得点をやっていきます。わかりました。ということで配っていきたいと思います。ドキドキする。はい、ということで配り終えたので、まずは私が親から始めていきたいと思います、はいはい、親なので、お題のカード、シチュエーションのカードを選びたいと思います。あ、じゃあこれにしよう。ホラー編にします。ホラー編、ホラー編、そしてサイコロを振っていきます。はい、お1、今日泊まるこの旅館、何かおかしい。あれ？ほう。え？何かおかしい。どういうことだ？何かおかしいなっていうシチュエーションで言う一言って。そうですね。うん、じゃあ親である人さんに1枚ずつ。はい。お願いします。何が来るかな。でも口。はい。それでは難しいな。味をして配っていきたいと思います。うん、じゃあどうしよう。はい。はい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 、はい、それではジャンプ。おおおお、なるほど。やったやった。でも口がない。これなんで出したの？これなんで出したの？分かんないよ。はい、じゃあまず私からやっていきたいと思います。顔はこんな感じです。わあ、あれ、この旅館のおかみさんすっごく綺麗だったけど足がなかったな。自分で出したんですよ。あ、自分で出した。自分で出てきた。その目はちょうど目覚めてるし。そうなんですよ。いいわ。なるほど。じゃあ続いて。じゃあ続いて高柳。顔はこちら。あれ？あ、でもでもいい。もしかしてこの旅館。変なやつが出るってことは、あの有名なユーマの雑誌に投稿できるチャンス。あー、あー、なるほど。ときめいてるパターンなんだ。なるほど。好きな方。あ、ホラーは好きな人も確かにいるから。うん、よし、続いて。はい、私キヨトの顔はこれです。鼻鼻切れてる。え、もしかしてここ有名なあのテルって旅館。こうなったら幽霊捕まえて人儲けしてやろうじゃない。あー、なるほど。すごい、幽霊もガッツある確かに、もう叩かれそう事故とかに遭いそう刺さってきそうだしね。なるほど、はい、うん、私の選んだ顔はこちら。じゃあいきます。なんかこの旅館変な雰囲気するわね。別に私も怖くないけど、あんたがいてほしいって言うなら一緒に寝てあげてもなくはないけど。おー、素晴らしい。なるほど、かわいい、かわいい。こんな感じします。なるほど。じゃあそれでは、はい、一番いいと思う人を、みんなで全員で一斉に指さしましょう。せーの、はい。お、お、割れた。あれ、ということで、2人さんにさせる方が2票2票で、私も2票ということは、割る、い
1位が2人で2位はなし。あーあーなるほどなるほ ど, るほど。私たちそれぞれ2ポイントずつ。やったー。なるほど。じゃあ親をやりまーす。はい、はい、あじゃあこれにするこれにしまーす。じゃんファンタジー。ファンタジーか。ファンタジー女子高生。うん、じゃあ振りまーす。えい 4。ここは超能力者たちが集う街。ほうほうほう。そう、私の能力は私の能力は能力ははい、決めました。はい悩んでる、悩んでる。あ、じゃあ全員決めましたね。はい、決まったので、じゃあ親から。はい、ということで私が選んだカードはこちら。おう、かわいい。私の超能力は時間を操る超能力だから、遅刻しそうになってるけど今も余裕余裕。おー、あーそういうことか。確かに JK なので時間を止めてチューするみたいなことかと思って確かに集合みたいな。確かに素顔だ。確かに、ね、目もつぶってるし。でもファンタジーに遅刻とかあるの？確かに魔法学校ですよ。魔法学校がやってんの。はい、なるほどね。突然切り返してじゃあ続きまして、わあ、私か。この顔です。お、かわいい、かわいい。ここ？いきますぞ。そう、私の能力は息を止めている間だけ姿が見えなくなる。見えなかったでしょ。なるほど、すごい面白い。見えないすという新しい技が、テクニックが息が出てますよね。はい、じゃあ私いただきます。私の選んだ顔はこちら。お、私の特殊能力は都合が悪くなると存在感を消すことです。強い強い。やりたい。素晴らしい。もうなんかこの顔にランダムやってた時にこの感情のなさがたまらないなって目がもうすごいな。目が死んでる。じゃあ最後、はい、じゃあ私はこの顔にしました。じゃん。私の能力は相手の弱点を知ることができる。でも一回使うとものすごくお腹が減る。ゲッソゲソ。お腹が減ってるか分からない。別に能力を知っただけでまだ倒してもないのに。そうですそうです。こんな品種じゃない。そうなんです。弱点を知れるけどめちゃめちゃお腹が減っちゃうっていう。全然役に立たないの。やばい。仲間にね、仲間に倒してもらう。なるほど、そういうことか。超能力。そうです。なるほど、これ難しいな。難しい難しいな。じゃあはい、指さしますよ。せーの、はい。おー、やったー。すごい。やっぱりアイディアがすごい。あ、ということで、じゃあキヨウトさんが2ポイント。すごい。あかりも1ポイント。やったー。はーい。やば。じゃあお題をラストゲーム。ラスト。ラスト。これで決まるぞ。やばい。1個も取ってない。お、告白編。おお。学園レッサーね。そうですよ。JK ですから。告白編のお題は5番。放課後の教室、好きな人と二人きり、告白のチャンス。うおー、これがいいかな。勝ったな。勝ったな。強い。だって、でも結構このポイントがもう裏付けてるから今3ポイント。確かに、ね、確かに2ポイント取っても勝てないよ。よし、じゃあ親の私からですかね。はい、はいはい、選んだ顔はこちら。お、かわいい。よ、あのさ、ちょっと話あるんだけど。え、そっちも話ある？あ、いいよ、先に言って。え、好き？もう一回言って。前のめり。前のめりめっちゃ真顔で前のめり。冷静にならない。冷静にならない。戸惑ってってことですか？え、好き？もう一回言って。まだ嘘、嘘だろ。本当思ってたのにみたいな。本当です。なるほど。どうしようかな。まだちょっと決まりきてないけど、まあ行ってみるしかないか。
じゃあ行きます。私の選んだ顔はこちら。おお、はい、行きます。あんたのこと好きってなんで黙ってるのよ。もう どうせあんたが私にそう言いたいと思って代弁してあげた、先に言ってあげただけだからね。おー、かわいい。ツンデレ100点満点。ツンデレですね。でもこれ私は投げた目が戻ってきたので、そう、逆にこうツンデレしかできない、どうしよう。確かにちょっと落ち着いてるから、そう感じしました。そしてでは私いきます。じゃん、はあ、いい目だ。あんたさ、彼女欲しいって言ってたじゃない。だから私があんたの彼女になってあげてもいいけど、別に私はあんたのこと好きとか全然思ってないんだからね。静かに拍手するのに、静かに拍手が。これはもう勝ち確ですね。私これ自分で投げたやつ返ってきた、ツンデレやろうと思って。この後やるの惜しい。分かんない、覆してほしい。頑張って。私が選んだ顔はこちら。お、かわいい。もう、あの、呼び出した理由分かってるよね。もう、あのね、ずっと前から好きでした。おー、王道かわいい。王道、王道だ。だってもう顔めくった瞬間、おってなった。いや、顔かわいい。目にハートが、これチョットさんなんですよね。そうなんです。ここで入れ替わりが来た。さっきから2人同士でくるくるしてる。すごい、おー、私が真顔を投げたのに対してこんなにかわいい顔。真顔だった。ここに来て正当なやつが多かったですね。いいですね、やっぱ告白。JK の告白といえば、どうしよう、悩むな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。悩む、はい、決めました、私は。決めました、はい。せーの、ダメ。おお、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 私は伊沢さん、私1ポイントで、お、高いのが2ポイント。2ポイント。3、あれ、3票、3票だから2ポイント。2ポイント。おお、やった、やっと得点。あれやった。ところで紀藤さん、あれ、あれ、あれ、価値観を取り入れて、確かにみんな飽きてしまった。あれ、最近ツンデレたくさんやるから、どこ行ってもスキル感ある。ネアドの問題。確かにちょっとなんかのキャラで見たことあるって思った。ツンデレ多いから。金髪ツンデレ多いよね。金髪ツンデレ多い。ということで最終ポイントが、はい、のポイントは、お、私が3ポイント、お、高柳が2ポイント、塩戸が2ポイント、お、伊沢が3ポイント、おお、ということで1位と2位しかいない。うん。そうだった。達成でした。やった。やったー。ということで1位は私と伊沢さん、はい、2位はトモクレと塩戸さんでした。はい、ということで、今週は顔ついリアクションで遊びました、ゲストのお二人ありがとうございました。どうでした？いや、楽しかったです。ね、でもこれなんか男性とかにやらせてもギャップがあって面白いかもね。確かに、女性役なんかね、面白い。すごい、実は男性の声で聞くっていうのも新鮮な感じ。そういうのが理想なんだみたいな。告白とか、ね、面白そうかもしれない。確かに、ね、すごいね。やりたい、やりたい。こういうタイプのこの顔に当ててセリフを考えるみたいなのがこの番組でもやったことがなかったので、こんなゲームもあるんだなって、ね、楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。ここで皆様からいただいたお便りを紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、ペンネーム、うん、バリウム味のキャンディーさんからいただきました。なんでこの名前にしたんだろう。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。暑い日が続きますが、お二人のおすすめの涼み方を教えてくださいとのことです。暑いですからね。涼み方、もうクーラーがある部屋から出ないしかない。もう出たくない。涼
涼み方なんかある？アイス食べるとかそういうこと？あーでもアイス食べる最近めちゃめちゃわかる。私もなんか常にストックを用意している。え、何味が一番好き？アイス。ハーゲンダッツのグリーンティーピンポイントやな。え、それが常に3個ぐらい家にある。あーなるほど。私はねパルムが好きなんだよね。おー、棒アイス。棒アイス。パルムを超えるアイスに最近出会えてない。え、なんかうちねバニラアイスがあんまり好きじゃなくて。あーなるほど。そうか、パルム。え、パルム中いちご味のとかあるよ。え、いちご味の。あ、でもそっか、いちごダメだ。フルーツ系はちょっとあれだった。フルーツ系ダメ。いやアイス、アイスもね今年チョコミントがめちゃめちゃ多い。あー、チョコミントダメ。ダメでコンビニ行くとチョコミント商品だらけで今年。やっぱみんなでもこうスーッとする清涼感を求めてんのかなみたいな。あ、だからか。うんうん、まあいい香料ができたっていう。ラジオ、違う、うん、別のラジオでなんか、うん、チョコミント商品食べ比べみたいなやつ。おおおお、ダメだった。いや、罰ゲームじゃん。ダメだったよ。苦手な人にとっては。そう辛い、過酷な企画だね。やっぱうちミントがダメなんだなって思って。あー、なるほどね。そもそもチョコミントっていうより、うん、そのスーッとする、食べるってスーッとするのが。なんかうちスースーするのに弱いらしくて、歯磨きとかしててもなんかちょっとさ、うんうん、歯磨き粉つけすぎちゃったなみたいな、あんまいっかって、うんうん、ゴシゴシしてると涙出てくる。弱すぎるでしょ。マジか。よくある。味覚がちょっとね繊細だからね。そうそうそう、繊細なの。はい、そうね、アイス他なんかあるかな、進み方。なんだろう、なんかクーラーでもさ、うんうんうん、ドライが一番涼しいよね。あー確かに、まあ、もうベタベタするのがね。そもそもね湿度がすごいからさ。確かに、うん、最近ずっとドライ。確かに、なんか街中でこうミストが出てるところとかあるじゃん。あるね。なんか涼しくなるけど湿気は増すじゃん。いや、そうなんだよ。あれ、なんかもうちょっと他のアイディアないのかなっていう気持ちにすごいなる。ありがたいけど。そう、ありがたいんだけど、ね、でも本当に髪の毛とかやってるとさ、崩れるとかね。本当にもう湿気でどんどん巻きが取れる。本当ね、この時期はそう難しい。なんかね、でも熱中症には気をつけないといけないですね。皆さん本当に水たくさん飲んでください。はい、はい、ありがとうございます。番組への感想などはこちらのメールアドレスに送ってくださいね。お願いします。そしてボードゲームの情報は毎週木曜日にチップ&ダイスのサイトにて紹介されます。そちらで実際にボードゲームもご購入いただけますので、ぜひぜひチェックしてくださいね。お願いします。お願いします。チップ&ダイスのサイトでご購入いただきますと、チップチップ&ダイスポイントが付与されます。このポイントでチップ&ダイスのグッズ交換ができますので、詳細はチップ&ダイスのサイトでご確認ください。お願いします。はい、ということで皆様からのお便りお待ちしております。本日は高校堂へお越しいただきましてありがとうございます。またのご来店をお待ちしております。 GO!